こんにちは。今日の講義は書籍地球大暴露です。この本はスタントン直しによって書かれた非常にユニークな視点を持つ作品です。著者は私たちが住む地球を一種のメタバース、つまり仮想現実の世界として捉えています。これは最近流行しているオンラインの仮想空間ゲームと同じような概念で、私たちの日常生活そのものが一種のゲームであるという斬新な考え方を提示しています。本書の主な目的は、この地球メタバースの隠された設定を明らかにし、読者が直面する様々な人生の課題や困難から抜け出す方法を提供することです。著者は、私たちが本来は宇宙に存在する存在であり、現在の地球での生活は一種の仮想体験であると主張しています。この本は特に転換期にある人々に向けて書かれています。著者によれば、人生には地球的な生き方から宇宙的な生き方への転換点があり、この転換を経験することで人は宇宙のパワーにアクセスし、人生を大きく変えることができるとされています。本書の構成は非常に興味深いものとなっています。まず読者に本当の自分を思い出すためのヒントが提供されます。著者は、私たちが地球に来る際に地球メタバース参加同意書なるものにサインしたと主張し、その内容を明かしていきます。これは私たちが無意識のうちに同意した地球での生活のルールや制約を表しているようです。次に、この同意書に基づいて地球が私たちに仕掛けた様々なマトリックス、つまり困難や課題について説明がなされます。これらは私たちの人生における様々な障害や試練を指しているようです。そして最後に、これらの課題を乗り越え望みを叶える方法が提示されます。著者は、地球にいながらに知って宇宙のパワーにアクセスする方法を説明し、読者が自分の望む世界へと自然に移行できるようになると主張しています。本書にはスピリチュアルリテラシーチェックリストや陰陽とエレメントを知る計算式といった興味深い付録も含まれています。これらは読者が自身のスピリチュアルな側面を理解し発展させるためのツールとして提供されているようです。著者のスタントン直氏は、自身をインターステラーコミュニケーションスペシャリストと称し、40万体以上の異次元的存在からのメッセージを翻訳してきたと主張しています。彼女の経歴は非常にユニークで、幼少期から宇宙にいた記憶を持ち、世界的に有名な学校に通い、その後スタンフォード大学で認証心理学を専攻したとされています。著者は、いじめやストーカー問題、離婚、シングルマザーなど様々な人生の困難を経験し、それらを地球の常識からは想像もしないような方法で解決してきたと述べています。地球大暴露は従来のスピリチュアル書籍とは一線を画す独特の世界観を持っています。現実世界を仮想現実として捉え、私たちの人生を一種のゲームとして解釈するという斬新なアプローチは、読者に新しい視点を提供し、日常生活や直面する課題を異なる角度から見る機会を与えています。この本のもう一つの魅力は、読者が自分自身の内面と深く向き合うことを促す点です。著者は、私たちが地球での生活を通じて学ぶべき教訓や経験についても詳述しています。例えば、地球での困難や試練は私たちが成長し進化するための重要なステップであると説いています。この視点は日常の困難に対する新しい理解を提供し、逆境を前向きに捉える助けとなるでしょう。さらに、著者は直感を非常に重視しています。直感は私たちが宇宙とつながるための重要なツールであり、地球での生活においても大きな役割を果たすとされています。直感を信じ、それに従うことで私たちはよりスムーズに人生を進めることができると著者は主張しています。この考え方は、読者が自分自身の内なる声を尊重し、それをガイドとして活用するための具体的な方法を提供しています。また著者はエネルギーの概念についても深く掘り下げています。地球上のすべての存在はエネルギーであり、そのエネルギーをどのように管理し利用するかが人生の質を大きく左右すると述べています。エネルギーの流れを理解し、それをコントロールすることで私たちはより豊かで充実した人生を送ることができるというのが著者の主張です。このエネルギー管理の方法についても具体的なアドバイスが提供されています。さらに、
本書は読者が自分自身の使命を見つける助けとなるよう設計されています。著者は、地球での生活は単なる偶然ではなく、私たち一人一人が特定の目的を持ってここにいるとしています。その使命を見つけ、それに従うことで、私たちはより意味のある充実した人生を送ることができるとされています。使命を見つけるための具体的なステップや方法も本書には詳細に記されています。このように、地球大暴露は単なるスピリチュアルな啓発書ではなく、読者が実際に行動を起こし人生を変えるための実践的なガイドブックとしての役割も果たしています。読者が自分自身の内面と向き合い、直感を信じ、エネルギーを管理し、使命を見つけるための具体的な方法が提供されているため、非常に実用的な内容となっています。この本を通じて、読者は地球という仮想現実の中での自分の役割や目的を再確認し、新しい視点から人生を見つめ直すことができるでしょう。著者のユニークな視点と豊富な経験に基づくアドバイスは、読者にとって非常に貴重なものとなるはずです。この本を読み進めることで、読者は自分の人生を全く新しい視点から見つめ直すきっかけを得られるでしょう。日々の出来事や困難を単なる偶然や不運ではなく、自分自身の成長のための重要な機会として捉えられるようになるかもしれません。これにより、ストレスや不安が軽減され、より前向きで楽観的な態度で日々を過ごせるようになる可能性があります。また、本書で提唱されている直感を重視する生き方を実践することで、読者は自分自身の内なる声により耳を傾けるようになるかもしれません。これは、重要な決断を下す際や人生の岐路に立たされた時に、より自信を持って選択を行うことにつながるでしょう。自分の直感を信じることで、後悔の少ない、より満足度の高い人生を送れる可能性が高まります。さらに、本書で説明されているエネルギーの概念を理解し実践することで、読者は自分自身と周囲の環境との関係性をより深く理解できるようになるかもしれません。これは、人間関係の改善や仕事や学業でのパフォーマンスの向上につながる可能性があります。自分のエネルギーをより効果的に管理することで、日々の生活がより充実し、目標達成への道のりがスムーズになるかもしれません。本書が提唱する使命の探求は、読者に人生の新たな目的や意味を見出すきっかけを与えるでしょう。自分の真の使命を見つけることで、日々の生活により大きな充実感や満足感を感じられるようになる可能性があります。これは、仕事や私生活においてより情熱的に取り組むことができるようになることを意味します。また、本書の独特な世界観は、読者の想像力や創造性を刺激する可能性があります。地球をメタバースとして捉える視点は、日常の出来事を新しい角度から見ることを促し、問題解決や創造的な思考の幅を広げるかもしれません。これは、仕事や趣味、人間関係など生活のあらゆる面でプラスの変化をもたらす可能性があります。さらに、本書を読むことで、読者は自己認識や自己理解を深めることができるでしょう。自分自身の本質や、なぜ特定の行動パターンを取るのかについて、より深い洞察を得られる可能性があります。これは、自己成長や個人的な課題の克服に役立つかもしれません。加えて、本書の内容は、読者のストレス管理や精神的な健康にも良い影響を与える可能性があります。地球での経験をゲームや学びとして捉えることで、日々の困難や挫折をより客観的に見ることができるようになるかもしれません。これにより、ストレスや不安が軽減され、より平和で落ち着いた心の状態を維持できる可能性があります。このように、地球大暴露は読者の人生観や世界観を大きく変える可能性を秘めた一冊です。本書の教えを実践することで、読者は自分自身と世界との関係性を再定義し、より充実した意味のある人生を送るための新たな視点と道具を手に入れることができるでしょう。私たちが生きるこの世界を仮想現実のように捉える視点は、非常に興味深いものです。この考え方は、哲学や科学、スピリチュアルな探求の中でも古くから議論されてきました。例えば、プラトンの洞窟の比喩や、デカルトの我思う、故に我がありといった哲学的な問いかけは、現実の本質についての深い考察を促します。現代においては、量子物理学の発展により、
私たちの現実がどれほど不確定なものであるかが明らかになってきています。量子力学の観点から見ると、物質は観測されるまで確定しない状態にあり、観測者の意識が現実を形作るという考え方が浮上します。これにより私たちの意識や思考が現実にどのように影響を与えるかについての理解が深まります。またスピリチュアルな探求においても、私たちが現実をどのように想像しているかについての考え方が重要視されています。多くのスピリチュアルな教えでは、私たちの内なる世界が外の現実を反映しているとされています。つまり私たちの思考や感情、信念が現実を形作るという考え方です。これにより自己の内面を整えることが外の現実を変えるための鍵となるのです。さらに心理学の分野でも、私たちの認知や信念が現実にどのように影響を与えるかについての研究が進んでいます。認知行動療法 CBT などの心理療法は、私たちの思考パターンを変えることで感情や行動を変えることができるとしています。これにより私たちがどのように現実を捉え、どのように反応するかが私たちの生活に大きな影響を与えることが理解されます。これらの視点を総合すると、私たちの現実は固定されたものではなく、私たちの意識や思考、信念によって形作られる動的なものであると言えます。これは私たちが自分自身の内面と向き合い、それを整えることで外の現実を変える力を持っていることを示しています。また私たちが転換期にいるという考え方も非常に重要です。人生には変化や成長のための重要なポイントがあり、その時期に適切な行動をとることで大きな変化をもたらすことができます。これには自己の内面を見つめ直し、直感や内なる声に従うことが含まれます。直感は私たちが潜在的に持っている知識や経験に基づくものであり、それに従うことでより自然な形で自分の道を進むことができます。さらにエネルギーの管理も重要な要素です。私たちの体や心はエネルギーで構成されており、そのエネルギーをどのように使うかが私たちの生活に大きな影響を与えます。エネルギーを適切に管理することで、より健康でバランスの取れた生活を送ることができます。これには瞑想やヨガ、リラクゼーションなどの方法が有効です。自分の使命を見つけることも人生において非常に重要です。そして最後に読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、どれだけ知識を蓄えても、体が健康でなければその知識を十分に活用することができないからです。健康な体と心を維持することが、あなたの人生を豊かにするために欠かせない要素です。そこで、今日はライザップというプライベートジムをご紹介したいと思います。ライザップは、単なるダイエットを超えて、健康管理にも特化した非常に優れたサービスを提供しています。特徴の一つとして、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングがあります。これにより、これまでダイエットやジム通いが続かなかった方でも継続的に取り組むことが可能です。トレーナーがあなた専用のプログラムを作成し、食生活やメンタルのマネージメントも含めてサポートしてくれます。これが非常に重要で、健康的な体を維持するためには適切な運動だけでなく、バランスの取れた食生活やストレス管理が不可欠だからです。さらにライザップでは30日間無条件全額返金保証がついています。これはサービスに自信があるからこそできることであり、もし満足できない結果であれば全額返金してもらえるので、安心して始めることができます。また1日50分、週に2回の無理のないトレーニングが提供されるため、忙しい方でも無理なく続けられるでしょう。無料カウンセリングも行っており、自分に合ったプログラムを見つけるためのサポートが充実しています。さらに完全個室のプライベートな空間でトレーニングを行うため、他人の目を気にせず自分のペースで集中して取り組むことができます。これは他のジムではなかなか得られない特別な体験です。これにより精神的にもリラックスした状態でトレーニングができるので、より効果的な結果が期待できます。ライザップのもう一つの魅力は、無理な食事制限がない点です。食べられるダイエットとして健康的に痩せることが可能です。栄養バランスを考慮した食事指導が行われるため、無理なく続けることができ、
リバウンドしにくい体作りができます。これにより理想の体を手に入れるだけでなく、その状態を長く維持することができるのです。ライザップが提供するパーソナルトレーニングジムは、テレビ CM でも話題になった結果にコミットするというフレーズで知られています。その名の通り、あなたが求める結果を達成するためにライザップは全力でサポートしてくれます。健康的に痩せるだけでなく、心身ともに健やかでいられるようなトータルサポートが提供されるため、あなたの生活全体が向上することが期待されます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。